皆さんこんばんは、大橋ロコです。マネックス証券雇用統計ライブセミナー、マネックス証券の吉田久志さんに今夜もドル円相場どう動くか聞いていきたいと思います。吉田さんこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。もう冬時間で最後の雇用統計ライブということになりますね。よかったですね。本当にね、本当に遅い時間になっちゃうので、はい、ということで、今夜注目の雇用統計がどうなるのかということはもちろんなんですが、もうこの2ヶ月ちょっとでドル円相場ものすごく大きくリバウンドしましたね。そうですね、はい、予想通りですね。そうなんですよ。前回の雇用統計セミナー、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。まだドル円相場130円割れてたんですよね。128円だったんですよね。ですよね。その時に吉田さん、もうこのドル円相場今年の安値を見たと、あとはもう底をつけて上がっていくという予想をズバリおっしゃっていたんですが、気がついてみたらもう137円ですよ。そうですね、本当に、はい、まあ、まぐれですけど。いえ僕ずっとこう言ってたんですね、はい、あの円高はもう、もうすぐ終わると思いますって、はい、それで円安が再開したら140円に向かってね、あの円安になると思います。もしかしたら後で振り返ってみたら今年最後の円高を今見てるかもしれませんねっておっしゃってました。たった1ヶ月前です。はい、まあ、まぐれですけどもそんな感じになってきてますけれどもこの後たっぷり言いますけれども、そうは言ったって別にこれは去年の151円っていう円の安値を更新に向かうようなものではなくて、あくまでも円高トレンドの中の一時的な円安に過ぎないっていうふうに思っていますので、ですからもしかしたらもう終わっちゃったかもしれないって。今度はドル高円安が、はい、今週127円の137円でね、はい、137円の90銭ぐらい、138円手前まで行きました。一旦行ったじゃないですか、うん、だからあの水準を今日の雇用統計とか、はい、来週 CPI とかってあるじゃないですか、はい、あの注目指標がね、はい、それを受けて超えたらまだドル高円安は継続してて140円を超えていく、あの延長線がね、はい、続いている可能性があるんですけれども、今週の雇用統計だとか来週の CPI なんかで高値を更新できなかった場合、138円を超えていけなかった場合には今回の、ね、ドル高円安ってのはもう終わってって可能性も出てくると思いますので、はい、今日そういう意味で言うと今日はすごく重要だと思いますし、また転換点になる可能性がある。そうですね。ただ一方 ですね、円安終わったからって言ってじゃあまたすごい円高になるかっていうとそういうことでもなくって、はい、僕は今年はそんなに円高にはならないだろうなっていうふうに考えているので、はい、円安が終わったからもうこのドル買いのね相場が終わったっていうふうに考えることは考える必要もなくって、はい、少し戻すけれどもまた130円台前半までいったら改めてドルが再上昇するとか、うん、はい、そんな感じの状況がずっと続くんじゃないかなと思っているので、はい、なんだかんだ言ってやっぱりあれじゃないですか、金利がね高いドルを売る円高相場って個人投資家には難しいですよね。結構コストがかかる、支払うスワップが大きいですよ ね、はい、だからなるべくだったらやっぱり金利の高いドルを買える相場っていうのが今回のこの1ヶ月みたいな相場付きの方が個人投資家からすると馴染みやすいと思うんですけれども、はい、僕はそういうのが何度かこうやっぱりこう繰り返されるのが今年の相場なんじゃないかなって思ってますので、はい、ですからまあ、その辺なぜそういうことになるかっていう根拠をこれからまたいつものようにグラフを使ってご説明していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ご期待いただければと思います。そして、20分までですね、吉田さんから当面のドル円と、まあ、その他の通貨の見通しお話しいただくんですが、20分から雇用統計発表の30分までの間、皆さんからいただいた質問に吉田さんに直接ご回答いただきたいと思います。チャットに質問をご記入ください。そしてこの質問いいなと、取り上げてほしいなという質問がありましたらいいねを押していただくと優先順位上がりますので、ぜひこのチャット機能を使いまして吉田さんに聞きたいことどしどし書き込んでいただければと思います。皆さんの質問お待ちしております。では早速吉田さんに伺ってまいりましょう。はい、はい、まずドル円の週足のチャートをご覧いただいていますけれども、ご存じの通り去年は、はい、10月にかけて151円というところまで、はい、まあ、32年ぶりの、ね、150円を超えるドル高円安で歴史的なドル高円安が展開したと思っていたら
終わったと思ったら今度は一転してね、はい、ドルが急落して凄まじい勢いで、はい、ですよね。一時127円をつけたのが1月の16日なんですね、はい、ですからあの上がる時も早いけど下がる時も早いみたいな感じだったら、うん、今度は一転してこの1ヶ月は今お話したように、はい、あのドル高円安に戻す展開も早かったと、うん、はい、128円からですからあのほとんどもう10円近くに、そうですね、はい、あのドル高円安に戻すという具合になったわけですけれども、はい、うん、じゃあなぜこんな具合に大きくこの1ヶ月であのドル高円安に戻してきたかということですけれども、それは前回このセミナーでお話しした円高が終わって円安に戻ると思いますっていう理由の一つ、はい、あのそれが、まあ、あの予想通りだったというふうに言っていいと思うんですけれども、ご覧いただいているのはドル円を90日移動平均線からの乖離率で見たグラフになります、はい、90日過去だから 3,4 ヶ月ぐらいなんですかね、円予備数ですから、うん、あのその90日線からドル円がどう乖離したかっていうので見ると、はい、こんな具合に2000年以降ですから20年余りっていう結構長い時間なんですけれども、ドル円って90日線を挟んであのプラスマイナス 10% の範囲内をね、はい、こんな具合に循環すると。そうなんですよね、綺麗ですよね、はい、そういう習性があるっていうのはこれでよくお分かりいただけますよね、うん、はいはい、で今回はあの127円までドルが下がったところで、はい、こんな風にほとんどもう90日線からの乖離率がマイナス 10% 近くまで拡大していたわけですから、はいはい、こうやって見るとあのかなりやっぱりドルが下がりすぎ懸念が強くなっていたということがお分かりいただけると思います、はい、これを根拠に僕はもうそろそろドル安円高は終わってあの下がりすぎの修正でドル高円安に戻ると思いますって話をしていたわけですけれども、はい、ご覧いただいて乖離率をご覧いただくとこうやって137円ぐらいまでね戻ってきたことによってこうですよ、見事にこんな感じで、ね、はいね、たった1ヶ月で、はい、まさにあのドルの下がりすぎが修正される中で、はい、今回のドル反発が起こってきたっていうのがこのグラフでご覧いただくとよくわかるんじゃないかなというふうに思います、はい、でただしですね、はい、今ご覧いただいたようにあの90日線からの乖離率はほとんどもう 0% まで、つまり、まあ、ニュートラルまで戻ってきたわけですから、はい、あの90日線との関係でいうとそのドルの下がりすぎもほとんどもう是正されたわけですよね、はい、下がりすぎの修正でドルが上がってきたとしたらそれが是正されたとなれば、はい、あのさらにドルは果たして上がるのか、はい、あのもうドルの反発もね終わった可能性はないのかっていうところはあると思うんですけれども、はい、今回と同じようにドルが短期的にすごく下がりすぎたあの似たケースっていうところをご覧いただくと、うん、例えば一つは2002年の7月で、はい、この時には乖離率がやっぱりマイナス 8% ぐらいまで拡大するんですね、拡大、はい、でこれは2008年で2008年はリーマンショックが起こったあの年ですので、うん、はい、あの今回と同じようにドルが短期的に下がりすぎた局面というのは何度か複数回こう起こっているんですけれども、はい、今回と同じようにドルが下がりすぎたケース、その修正が入ると、はい、あの90日線からの乖離率はどう推移したかというとこうですよ、こんな感じ、はい、だから大抵はあのニュートラルに戻して、はい、あのドルの反発が終わったんじゃなくて、はい、行き過ぎた動きが逆方向にもちょっと勢い余っちゃって、はい、結構続くとプラス 5% とか、そうそう、10% 近くまで、はい、そうですよね、だいたいみんなあのプラス 5% 前後まで乖離率が90日線 5% 前後上回るまで今度は、はい、行きますねってなってるわけですよね、はい、ですからそうやって考えてみたらあの、もうちょっといくかなって、そう下がりすぎが修正されたからといって終わりじゃなくて、うん、はい、もうちょっとやっぱりドルの反発が続いても全然おかしくない、うん、まあ、あの続かない可能性もあるけれども続く可能性もあるみたいな、はい、まあ、そういう意味でドルの反発の延長戦の局面にも WBC じゃないですけれども延長戦、はい、WBC 今延長戦どころじゃなくて今夜ちょっとね、はい、あのそんな感じの局面に今あるということだと思います、はい、で同じようにあの、今回と同じようにドルが下がりすぎた局面、今度は実際のチャートでご覧いただきたいと思います、はい、2002年の7月2008年の3回というのを実際のドル円のチャートで見てみると、うん、はい、ここが2002年の7月、はい、あのドルが下がりすぎた局面なわけですけれども、下がりすぎが一巡するとその後
結構ドルは大きく戻します。そうですね、リバウンド大きいですね。そう、はい、今回もだから同じようなことが起こってるわけですね、はい、で大きく戻してそれが一巡した後改めてこの2002年の7月につけたドルの安値を更新するまでは結構長い時間かかってる。1年以上かかっている。1年以上もみ合ってますね、はい、そうなんですね。ですから今回もこうやって127円からドルは下がりすぎの修正で反発しているわけですけれども、はい、じゃあその127円を改めて割り込んでくるには結構時間がかかりそうだ、はい、ここは2008年の3月ですけれども、やっぱりドルの下がりすぎを極めるとその後は結構大きく戻すんですね、はい。そして3月につけた安値を更新するまでこの時でもやっぱり半年以上とかってかかってるんですね。この時はねリーマンの時だけど半年やっぱりかかるんですね。そうなんですね、うん、ですから単に下がりすぎが修正されて反発するだけではなくて改めてドル安が再燃してそのドルの安値を更新するまでは今までの話からすると結構やっぱり半年から1年以上っていう時間がかかっているということなわけですよね、はい、今のところドルの安値って1月の16日につけて127円ということです、はい、それを更新するまでに過去のケースを参考に半年から1年以上かかるんだったら早くたって夏以降になるし、うん、もしかしたら今年じゃなくても来年まで、はい、ドルの安値の更新はないかもしれないと、はあ、ってなったらこの間見た1月に見た127円までのドル安円高ってのは下手したら今年最後の円高だったねってなる可能性もあるんだろうなという具合に思います、はいはいはい、じゃあ円安はどこまで進むのか、さっきお話したみたいにもうちょっと進んでもおかしくない、今のところは今週の127円の90銭ぐらいっていうのが今回のね137円ですね。あ、ごめんなさい助かります137円の90銭というところがこれまでのところのドルの戻り安値のピークという具合になってますけれども、はい、それを今週のこの雇用統計の結果を受けて更新するか、はい、来週の CPI を受けて更新するかどうかというのが目先の最大のポイントで、はい、仮に更新したとしたらどこまで進むのかというのを今度はこれ今年に入ってからのドル円のチャートです。1月に127円まで下がってそこからこうやってゆるゆると137円まで戻してきた動きですけれども、はい、これにですねこのグラフを重ねると結構きれいに重なってるんですね。相関ぴったりですね。ですよね、はい、赤の折れ線グラフはアメリカの2年債利回りです。短期債ですね、はい、そうなんです。大橋さんねこの番組長くお付き合いいただいてるからよくご存知の通り去年もその10月に151円までドルが上がっていく過程ってこの2年債利回りとの相関性がすごい高かったわけですよね。そうでした、はい、ところがその後去年の11月以降ドルが急落すると2年債利回りは、ずっとアメリカ利上げ続けてるからそんなに下がらないんですけれども、はい、それとはもう完全に乖離した形でドルが急落してっていうことで、うん、一時期はこの2年債利回りとドルの相関性ってほとんどなくなってたわけですよね、はい、ところがこうやって見ると最近はすごくやっぱり相関性が回復していると、はい、再びアメリカのその FOMC での利上げがもっといくかもっていうそれなんですよ ね。結局よくこの番組で言いますけれども、うん、ずっと一貫してドル円が金利差で説明できるわけではないし、でまた連動する対象も時には長期金利の10年債利回りになったり、うん、こんな具合に短期金利の2年債利回りになったりっていう具合に変わったりするんですけれども、はい、変わるポイントってやっぱりボラティリティだろうなと、はい、景気減速っていうところに注目が集まるとやっぱり、長期金利のボラティリティが高くなるので、はい、そうすると長期金利をテーマにしてやっぱり為替相場も動くようになるし、うん、で今おっしゃったように改めてここに来てそのアメリカの金融政策にね、はい、利上げ見通しがこう情報修正されるという具合になってきているので関心が高まってくるとこういう具合に2年債利回りに、はい、で2年債利回りにあと連動するとすごい便利なのは、はい、日本の2年債利回りがゼロだから、うん、ゼロ金利政策でゼロなのでだから金利差にする必要ないんですよね、はあ、アメリカだけ見てればいい。そう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 、こんな具合に、うん、2年債利回りにドル円が連動するっていう状況になっている、はい、じゃあそれが続くんだったら
円安がどこまで進むか、はい、ドル高がどこまで進むかっていうのはこの2年債利回りがどこまで上昇するかっていうことが一つの手がかりになりますよね、はい、でこれが2年債利回りです。でそんな2年債利回りは金融政策を反映するので、はい、FF レートと連動する、はい、まあ、普通は FF レートを先取りして動くわけですよね、はい、で FF レートがさっきのお話の通り、まあ、2月に発表されたあの経済指標がすごくいいのが多かったので、はい、あの利上げ見通しもあの情報修正されるって話になってきてる、うん、はい、なんとなく、まあ、FF レート 5% を超えたところでもその利上げも終わりかなというふうな見方があったところから、はい、あのもっともっとね、そうなんですよね、 5.5% だとか、はい、6% とかって話もあるんですか。出てきてますね今 ね、6% まで上げろっていう提言があちこちから出てきてる。そうなんですよ ね、 ね、はい、となってくると赤の折線グラフ FF レートが、まあ、とりあえず 5.5% までは上がるみたいな可能性がね高くなってきている。6月とか7月まで利上げを続けるんじゃないかって話になってきてますもんね、はい。そしてこの、 あの今月3月の利上げっていうのは一時超えて 0.25% まで利上げ幅を縮小したわけですけれども、はい、改めて 0.5% に拡大するんじゃないかっていう、はい、戻すんじゃないかって話も出てきますもんね。出てきましたね、再拡大、ね、でそれを決めるのが、はい、あのパウエル議長は今週あの金融政策についての議会証言を2日連続でやってるわけですけれども、はい、その中で、まあ、あのデータ次第ですと、はい、0.5% に戻すか 0.25% のままで続けるかっていうのはデータ次第ですっていうふうに言ってるわけですけれども、ですから今日の雇用統計そして来週の CPI なんかを見ながらそれが決まる。で 0.5% になるようだったらあの今週つけた138円手前の水準を更新するかもしれない。うん、はい、それでも更新できないようだったら、はい、もうこのドル高円安への戻りは終わってる可能性も出てくるということだと思いますので、はい、そこのところの見極めが重要なんだろうなと。とても重要な雇用統計ですね。そうですよね、はい、それにしても、まあ、FF レートに連動して FF レートが 5.5% まで少なくとも上がるっていうんだったら、まあ、2年債利回りもね普通だったらあの 5.5% 前後まで上がる可能性が高いということになるので、うん、はい、でドル円はそんな2年債利回りと連動している。年債利回りが 5.5% まで上がるんだったらその、あの、このドル円との関係を前提にするならばこういう感じなので145円という数字になるわけですね、はい、まあ、ぴったし145円じゃないにしても、うん、本当に2年債利回りがあの 5.5% まで今の水準から一段と上昇して、はい、でドル円と2年債利回りの相関関係が続くのであれば、はい、ドル高円安は140円を大きく超えていってもおかしくないという話になってる、はい、来るわけですよね、はい、本当にそうなるのかどうかというのがくどいようですけれども、今日と来週のあのアメリカの景気指標の結果を受けた、はい、あの結果を受けてあの138円を上回っていけるかどうかというところがあの大きな分かれ道になると思っています。雇用とインフレ指標次第ということになりますね。データ次第というふうに、それを受けて ね、はい、0.5% に利上げ幅が再拡大になるかどうかというところですよね、はいはい、じゃあ145円近くまでいったらあのもうせっかくだからあの去年つけたあの151円の更新に向かうかっていうと、まあ、それは違うんだろうなと、うん、それは違うんだろうなっていう話をこれからご説明したいと思うんですけれども、はい、今ご覧いただいているのは2021年の1月からのあの102円からあの始まったあの去年の10月の151円までのドル高円安トレンドをカバーしたチャートということになります、はい、でこれにこんな赤の折線グラフを重ねるとこれが120日移動平均線ってやつです、はい、120日ってだいたい1ヶ月間21から22営業日なので120営業日っていうと半年っていう感じですね。半年間、はい、半年の、 あのドル円の平均値をチャートにしたグラフになるわけですけれども、151円までドル高円安トレンドが展開する中ではこんな具合に120日線にずっとサポートされて120日線を割り込むことなく、はい、あのドル高円安が展開したのがお分かりいただけると思います、はい、ところがあの151円で天井を打って去年の11月以降ドルが急落するとですね、ご覧のようにこんな風に120日線を大きく下回ってきてるわけですよね、はい、だって120日線が足元で138円ぐらいですので、うん、127円まで下がったっていうことは、はい、
これは行き過ぎだったってことですけどね。それにしてもドル高円安トレンドではなかったような、うん、このような120日線を大きく割り込む動きが起こったということは、要するにトレンド自体が変わった、あ、ひっくり返った、一時的なドル安ではなくて、はい、トレンドがドル高からドル安にね転換した可能性が高いということをこのグラフは示していると思います。トレンドはだから151円から127円まで下がった中で、もうドル安円高トレンドにね転換した可能性が高いっていうことなんでしょうね。転換しているならばこの戻りもどこかでトップアウトするんですけど、もうなんか近いですね。そうですね、はい、じゃああくまでもトレンドは円高なんです、うん、はい、じゃあ今見ているこの円安の動きは一時的な円安に過ぎないんですって話になったら、はい、その特徴はどういうふうになるのかというのを過去の類似ケースで確認してみたいと思います。これ2000年以降のドル円と120日移動平均線のグラフを重ねたものになります、はい、で継続的にドルが下落した局面、ドル安円高トレンドっていうのは例えばここです、はい、これは2002年から2005年にかけての、うん、ドル安円高トレンドということになるんですけれども、はい、でもう一つはここです、はい、これ2007年から2010年にかけて例のリーマンショックを挟んだ、はい、ドルの大暴落局面になるんですけれども、これまたドル安円高トレンドですよね。長かったですねこの時ね。そうですよね、はい、でこっちはもうちょっと短いんですけれども、うん、2015年から2016年、2015年は要するにアベノミクス円安のピークであって、はい、そして2016年の6月っていうとあれですよね、トランプあれ2016年、ポンドショックです。ポンドだ、あそうだ、ブレグジット、ブレグジット、ブレグジットがあったんだよ。そうそう、あれで100円割れたので、はいはい、そこの局面なんですね、はい、そんなドル安円高トレンドの中で、うん、一時的にドルが反発した場合の特徴って見てみると、例えばこんな感じで、ちょっと細かいから分かりづらいかもしれませんけれども、はい、要するに反発しても赤の折れ線グラフ120日線前後にとどまるというのが、うんうん、はい、一時的なドルの反発、はい、円安の特徴ということになります、はいはい、でっていうことからするとそんな120日線がね足元で138円ということですから接近中です、ね、はい、でもう少し細かく見てみるとこんな感じになります、はい、これドル円の120日線からの乖離率のグラフになります、はい、今回のようにドル安円高トレンドが展開している中で、うん、一時的にドルが上昇した場合には、はい、こうです。要するに 5% 前後上回るのが最大と、そうですね、はい、いうことがお分かりいただけると思います、はい、で今回とは逆にドル高円安トレンドが展開している中で一時的にドルが下がった場合にはどれだけ下がったかというのを見てみてもですね同じような結論になります。こんな感じでやっぱ 5% ですね、大体、うん、以上からすると、はい、トレンドと逆行する一時的な動きっていうのは、はい、せいぜいやっぱり 5% 程度までということになります、はい、でそんな120日線が今138円です。それを最大で 5% 上回ったら145円という計算になります、はい、ということからすると一時的なドル高円安に過ぎないんであれば目いっぱい進んでも145円に届くかどうかがせいぜいであって、はい、そこに至るまでの中で今回のドル高円安は終わるという可能性が高いという見通しになると思います。151円というのはもう全然151円に届くことはないだろうと、もうないということですね、いう話になると思います、はい、でそれが145円まで行くんだったらもう一相場あるって話なんですけれども、138円ですから ね、はい、138円で終わっちゃうのかもしれないし140円を超えるっていうところまでなのかも分かんないですけれども、いずれにしてもそういう状況であるというところをまずご理解する必要があるんじゃないかなと思います、はい、で151円を超えるっていうのは結構ね先のことだと思います。これ前回のセミナーでも話したことなんですけれども、今ご覧いただいているのはドル円の5年移動平均線からの乖離率になりますけれども、はい、去年僕がすごく使ったグラフですよね、はい、こんなふうに見るとドル円は過去5年の平均値5年移動平均線を挟むとプラスマイナス3割の範囲内でその循環するという習性があるわけですね、はい、で去年151円をつけた局面というのはご覧のように5年線を3割上回っているわけですね、はい、
で今までこの年線を3割を回ったっていうのは2015年だとか1998年ですけれども、1980年以降でも2回しかないわけですね。ないんですね、はい、今回が3回目ということで、はい、で過去2回も5年生の3割を上回るとドル高円安はピークを打って反転するわけですね、はい、要するに5年生の3割を上回った水準というのはドル高円安の限界圏ということなわけですよね、うん、はい、今回も全くその151円を超えたところでドル高円安が終わったわけですけれども止まったわけですけれども、はい、それってこうやって見るとこれまで の経験通りに円安の限界に達したのでドル高円安が終わって反転したというふうに、うん、今回もこのロジック通りだったですよ ね、はい、で大事なのはやっぱりそんなにね5年線を3割も上回るドル高円安の限界をつけるっていうのはそうそうないことなので、はい、そこでつけたそのドル高円安の記録を更新するまでには結構時間がかかってて、はい、1998年のドル高円安のピークって覚えてますでしょ。はい、覚えてます。147円とかそんな感じじゃないですか、はい、そうでした、はい、147円を更新したのって去年ですもんね。もう17年ですか。そう、もっとか、うん、本当はこれ、まあ、2015年まで で計算しても17年ですし、はい、それどころかね、147円を更新したのは去年2022年ということになるわけですから24年です。で2015年につけた125円をっていう円安のピークを更新したのもやっぱり去年なのでこっちの方は、まあ、7年で更新しましたって感じで、はいはい、で今回円高方向では書いてないですけどもやっぱりこういう具合に5年線を3割上回ったりとか3割下回ったりっていうところでつけた円安のピーク円高のピークを更新するまでには結構長い時間がかかる。かかるんですね。為替は循環するものだということですからね。短くてもやっぱり7年とか6年とかっていうのがかかっている、うんうんうん、そうすると151円を更新するのも、まあ、少なくとも6年7年先の話になるだろうっていうともう2030年近い話になるだろうし、はい、まあ、普通だったら10年以上かかると思いますので、うん、そうなったら2030年を過ぎてからっていう話になると思うので151円を更新するのはね結構時間がかかるという感覚で考えておく必要があると思います、はい、ましてや今回の場合は円安トレンドが終わったばっかりですから、はい、今年こうやってねここまでのところ急速にドル高円安に戻してきてますけれども、うん、そのままこれが続いて151円更新に向かうってことはないと思うし、はい、で、まあ、上がったり下がったりしてそのうちまた151円に接近していくことはあるんでしょうけれども、はい、記録を更新するのっていうのは繰り返しになりますけれども結構先になるんだろうなという具合に思っています、はい、で今見ても130今こうやって7円とかねまで戻してきてますけれども、はい、これ使えるかな。よいしょ。何でしょう。カーソル、うん、マウス、ポインター、ポインター、あ、出ました。出ましたね。はい、こうやって見ると、はい、5年線からの乖離率で見ると、さすがに5年線を3割上回ったところから、今だとまあ2割ぐらい上回ったところになってるんですけれども、はい、言いたいことは、極端な上がりすぎではなくなりましたけれども、うん、結構なやっぱりドル上がりすぎの状況に依然としてあるんですね。まだ水準は高いですね。そうなんですね、うん、ですからそうやって考えてみたらこういうところでドルを買うっていうのは、うん、何かの拍子にこの上がりすぎの修正が入ったらまだやっぱり下がる余地っていうのはすごくあるということなので、はい、そこをしっかりね認識した上で、はい、ドル買いトレードをする必要があるだろうなと、はい、この資料ってよく使いますけれども割高なドル買い戦略の3つの鍵ってことでよく使ってご説明しますけれども、はい、今もまだね中長期的には結構ドルはかなり割高な局面にありますのでそうすると下落リスクっていうところをね意識して、うん、損失を限定化する下落して損失が拡大するということをなるべくこう限定化するような工夫をしながらドル買いをする必要があるだろうと、はい、例えば投資額を、ね、抑制する。あまり一気にはやらない、ね、そう小さくやる、はい、そしてストップロスをつける。必ず損切り注文を置く。そうですよね、はい、そして、まあ、こまめに利益確定する、はい、欲張らない
去年ってちょうどあれなんですよね、はい、今こうやって140円に近づいてる局面じゃないですか、はい、去年も1回140円手前でドル高円安って終わったら、はい、その後すごい下がったって記憶があります。覚えてます？あんまり覚えてないです去年はね、だんだん話していくとすぐに思い出すと思いますけれども、はい、7月に一旦、はい、140円手前でドル高がピークアウトするんですよ、はいはい、でそうすると7月って FOMC がある月だったので、はい、そろそろインフレがピークアウトしてアメリカの利上げもねターミナルレートがこう見えてきたねみたいな感じになったわけですよ。一回そういうムードに確かなりましたね。そう、はい、なったので、はい、FOMC 挟んだらドルが急落して、うん、140円の手前でピークアウトしたら半月ほどでね130円割れ寸前まで下がるんですよ。ああそうでした。あはい、そう結構やっぱり140円のところって一つの転換点になりまして、はい、っていうことがあったので、あの時なんかはこういうアドバイスをしっかり頭に入れておかないと、せっかくなんかこう儲かったね含み益があっという間に消えちゃうっていう、利益が1000万円ぐらいのね利益が吹っ飛んだみたいな話ってこの局面でよく聞いたっていうのありました。それがなんかねなくなっちゃってね、覚えてますでしょ。はい、そうなんですよね。で僕は今回は違うと思ってるんです。はい、水準的には似てて、はい、こうやって140円を目指すような流れになってきてるじゃないですか、はい、じゃあこの140円のところでドル高円安がね一段落したとしたら、うん、またね半月ほどで130円割れまで急落するようなことがあるかっていうとないと思ってるんです。それはなぜ？全然取り組みが違って、はい、90日線からの乖離率で見ると、あの時っていうのはさすがにですね、今僕は去年の7月の話をしてるんですよ、はい、で去年ってご存知の通り3月ぐらいから急に上がり始めるんですよ。そうです、3月からアメリカが利上げを始めて、そうそれで急になんか動き出したんですよね。そう、3月の頃はまだ115円を下回ったのが数字だったんですね。 はい、それがあっという間に 3,4 ヶ月でそうやってもう140円手前までドル高になるもんですから。あ、そうでした、はい、3,4 ヶ月で25円も上がってるわけですよ。そう、もう考えられないそうするとですね、今改めて90日線からの乖離率出さなくても短期的に結構上がりすぎてたんですね、はいはい、上がりすぎてた中にそうやってアメリカのインフレがピークアウトしたかもしれない、利上げもねだんだん終わりが見えてきたとかってなると、上がりすぎの修正が一気に入ったことによってドルが急落すると。ところが今回は同じような水準に130こうやってね7円とかっていうところで140円が視界に入るところにあるんですけれども、お分かりの通りここまで来たのは下がりすぎの修正でこう来たわけで、まだニュートラルなわけですよ。リバウンドでニュートラル、そうだから全然去年の7月に140円に近づいた時のようなドルが短期的に上がりすぎな状況にあるっていうこととは違うので、ですから仮にねこの140円前後のところでドル高円安がピークを打ったとしても、去年のように急落に転じるっていうことでは僕はないと思っています。なるほど、はい、円安が一段落しても円高への戻りっていうのは、まあ、相応にね緩やかなものになるだろうなと思っているので、はい、改めてまた僕は円高に戻しても円安が再開する可能性っていうのも出てくると思っているので、はい、まあ、その辺は近づく中でいろいろとご説明してきますけれども、そういうことも意識しながらですね、はい、トレードのシナリオをこう考えていただく必要があるんだろうなと思っています。はい、でドル円のところで最後に、まあ、そうは言っても円高リスクとして、はい、今日も日銀の金融政策決定会合がありましたし、黒田さん最後でした、黒田総裁が最後に参加するということで、はい、最後の黒田サプライズがあるんじゃないかっていうのも結構警戒感としてあったじゃないですか、うん、はい、ですからあれですもんね、一回今日も135円台までドル安円高に戻すみたいな感じで、はい、そこそこの警戒感があったと思うんですけども、そうですね、日銀前には結構円高の方向にね引っ張られてました。そうなんですよね、はい、でまあ結果的にはノーサプライズ、はい、現状維持ことだったので、こうやってまたドル高円安に戻してきてるっていうのもあるんでしょうけれども、はい、それにしても、まあ、4月から新しいね上田総裁の下での体制にこう変わるわけですから、はい、そうすると黒田緩和の見直しっていうのが進んで円金利が上がって円高になるリスクっていうのはある程度は想定しておく必要があるんじゃないかというのはあるんでしょうけれども、はい、で僕はですね今回は金融緩和の見直し、はい、まあ、具体的に言うと去年の12月に
その10年債利回りの上限を拡大するっていうのをやったわけじゃないですか、はい、でそれを再拡大するっていうのはないと思っていましたし、うん、でしばらくはないんじゃないかなと思ってんですね、はい、ですからそうすると円金利が上昇して円高になるっていうリスクもしばらくはないんじゃないかな、うん、そのしばらくというのがどのぐらいなのかみんな気になる、はい、それをご説明したいと思います、はい、今ご覧いただいているのが日本の10年債利回りのチャートになります、はい、2021年からのチャートということになるわけですけれども、これをご存知の通り、1年前に去年の4月から 0.25% を上限にして抑えると、金利の上昇を抑えるという政策をやってきたところを去年の12月に 0.25 から 0.5% に上限を拡大したので、ビュンとこう金利も上がってと、はい、でそれが円金利上昇で円高をもたらしてということになったわけで、はい、それをさらにね、うん、上限を拡大していくとか、もう上限を撤廃したら一段と金利が上がって円高につながるんじゃないかという見方があるわけですけれども、はい、僕はですねその鍵を握っているのはアメリカの金利だと思ってるんですね。日本の金利なのにアメリカの金利が鍵を握る、はい、これ日本の10年債利回りです、うん、でこの黒の折れ線グラフがアメリカの10年債利回りです。でここのところで去年の4月から、はい、日本の10年債利回りの方は日銀が 0.25% を上限にしたから、うん、日本の金利の方が上がらなくなって、はい、ただそれ以前はこんな風に一緒に動いてたんですね。本当にぴったりでしたね。そうなんですね、はい、もちろん水準違うんですけれども、はい、ですからメモリを左右軸に分けていますけれども、うん、値動きはすごく同じで、うんうん、こうやって見ると要するに日本の金利っていうのはアメリカの金利で決まっていたわけですね、はいはい、じゃあそれって日本だけ の特別なことかっていうとそうでもなくって、これがアメリカの10年債利回りで、それに赤の列線グラフは今度ドイツの10年債利回りを重ねると、こっちなんかはずっと別に ECB はね10年債利回りの上限を設定しているわけじゃないので、そのまま放置しておくと、うん、ずっと同じように動くわけですね。なるほど。要するに10年先 の, 金利なんてのは分からないからだから主要国の10年債利回り、これが30年債利回りとかもっと長期になってくるとさらにそうなんですけども、うん、ほとんど同じように動いてるんですよ。でもグローバルに最近としか、まあ、大体もうじゃあアメリカが上がるならドイツも上がるとか、日本も上がるっていうふうに、そういうふうに投資しちゃうんですね。そうなんですね、うん、その結果やっぱり世界一の経済大国でアメリカの金利にほとんど先進国の金利はこう同じような値動きになるという状況が続いてきているということなわけですから、はい、そうなってくると日本の金利もほっとけばアメリカの金利で決まるわけですよ。うん、それを頭の中に入れておくと本当にそうかどうか分からないですけれども、今回 の黒田日銀の、ね、金融政策っていうのも結構読みやすいだろうなと。改めて日本の10年債利回りとアメリカの10年債利回りを重ねたグラフをご覧いただいていますけれども、去年 の, まあ、春以降3月ぐらいからこんなふうにアメリカの金利の上昇が加速したじゃないですか、はい、それは去年の2月にロシアがウクライナ侵攻を始めて、そして世界的なインフレ懸念が拡大する中でアメリカの金利の上昇が加速するわけですよね、うん、はい、そのタイミングのところでこうやって上限を設定するわけですよ。 YCC ですね。そうです。イールドカーブコントロールで抑えちゃった。そうですよね、うん、これはもうとても分かりやすくって、ずっとに同じように動いてきたんだから、うん、そのままにしておくとアメリカの金利の上昇が加速したら日本の金利もそれにつれて上昇が加速しかねなかったから上限を設定したんだろうねという具合に見えますよね、はい、でそういう観点で見ると去年の12月に一般的にはみんなサプライズだったじゃないですか、はいはい、上限を拡大するなんていうふうな予想ほとんどなかった中でやったわけですけれども、うん、それってアメリカの金利との関係で見ると分かりやすくって、はい、ちょうどその頃から去年の11月ぐらいからアメリカの金利ってすごく下がってるんですね。あ、確かにインフレのピークアウト感が出てきて、そう、はい、だから金利が下がってきている、はい、そうすると日本の金利はアメリカの金利で決まるって話からすればですね、うん、アメリカの金利の上昇によって日本の金利もどこまで上がるかわからないっていう状況が変わってきたわけですね、はいはい、一方で日本 の, 金利もその YCC をやっていく中で金利体系がこういびつ化しちゃうわけですよね、はい、10年債利回りだけがやたらこうなんか低く抑えられてるみたいな感じでなってきているので、その辺を変える必要も出てきたので、アメリカの金利が下がったところで上限を緩和したと、はい、
0.5% に拡大したっていうふうに考えると、つじつまが合うんだろうな。なるほど。これじゃあ上がってたらやらなかったかもしれない。そうですね。ね、でそういう観点で見ると、今回はやるはずがないわけですよ。また上がり出してるから。そう、はい。2月からこんな具合にアメリカの金利上昇が再燃してるわけじゃないですか。こんなところで上限を緩和したらですね、またどこまでが一緒にね、あの日本の金利も上昇しちゃうか分かんないっていう状況になってたわけですね。だったらやらないですよね。なるほど、はい。以上のもうそれだけってことではないでしょうけれども、これが僕は結構日銀の金融政策を考える上ではポイントになるんじゃないかなっていうふうに考えていまして、はい、そうなってくるとあの次にね、上限を拡大するまたは上限を撤廃する新しい上田体制の中でやる上でもですね、アメリカの金利をあの前提に考えるとなれば、要するにアメリカの今の金利上昇がいつ終わるかっていう話が一つポイントになると思うんですよ、うん、はい、で今のところはね、さっきお話したみたいに利上げが6月とか7月ぐらいまで続くって話だったじゃないですか、はい、で長期金利はだんだん利上げがその景気をね大きくあの後退させる懸念があるということで、あの短期金利ほど上がらない可能性はあるんですけれども、そうは言っても一応利上げが6月7月まで続くんだったら、まあ、アメリカの金利全体としてはあの金利上昇が6月ぐらいまで続く可能性がある。で金利上昇が続く中ではあの日銀は上限の緩和はできない、はい、金利上昇がピークアウトしてしっかりこう下がってくるっていう見通しが出てきた中で、はい、あの上限を緩和するっていうことになるんだったら、それは6月7月よりもあの先になるだろうという話になる、はい、ってなってくると、今がまだこうやって3月なわけですから、うん、ここからね半年以上先になる可能性がある、はい、半年以上先までYCC の見直しをやらないということになってきたら、 YCC の見直しに伴う円金利上昇を受けた円高リスクっていうのも当面はないんじゃないかな。なるほど、まあ、少なくともまあ夏までにはなさそうだということですね。そう思ってます。はい、ってくるとあのこの要因による円高リスクっていうのはもう、うん、あのしばらくはないんじゃないかなと、うんうん、力説しちゃいましたね。はい、ドル円相場の見通しということで、まあこのねその見るスパンによってちょっとこう見方違いますので、その点はご留意いただければと思います。ではその他の通貨ちょっと駆け足で参りましょう、はい、ユーロです。質問にもねユーロどうですかって入ってるんですが、はい、ユーロもドル円同様に2月以降かなり大きくユーロ安ドル高にね、はい、ドル円がドル高に戻してきたように、ユーロドルの方もドル高ユーロ安に戻してきましたよね、はい、この動きってある程度やっぱり金利差と連動しています。すごく綺麗というわけではないですけれども、これ2年債利回り差を重ねていますけれども、はい、あの金利差のユーロ列位が縮小しているので、うん、ですからあの、まあ、ユーロ安ドル高になってきていると。これは10年債利回り差で重ねても長期金利差で見てもやっぱり同じです。同じような感じ、うん、2月以降ってユーロ列位が、まあ、縮小じゃないな拡大ですね、ユーロ列位が拡大しているのでユーロ安になっていると、うん、いうことだと思うんですけれども、はい、問題はこの金利差のユーロ列位拡大の背景ですけれども、はい、あのヨーロッパの金利ドイツの金利がその下がっているということではないんですね、うん、ユーロ列位が拡大しているのはあのドイツの金利が下がっているということではなくて、アメリカの金利がやっぱり2月からそっちの方が強いってことなんですね。すごく上がっているアメリカがですよね、うん、ですから金利差で見ても結局ユーロ列位が拡大するっていうことになっているわけですから、はい、問題はあのアメリカの金利上昇ドル高その裏返しとしてユーロ安になっているということだと思いますので、はい、アメリカの金利上昇が続くんであればまだその、ユーロ安もね続く可能性があるっていうふうに考える必要があるんだろうなと思います。はい、ユーロ安の目処の考え方ですけれども、うん、あのこういう場合って僕は50日移動平均線とか、はい、さっきドル円のところでは120日移動平均線使いましたけれども、はい、そういった半年とか1年の、 あの平均値のチャートをね、はい、参考にするのを基本としています。はい、これご覧いただいてユーロドルに52週移動平均線52週間って1年間ですから、うん、過去1年の平均値の52週線を重ねると、はい、52週線が 1.04 ドルということなので、例の 1.10 ドルまでユーロ高が進んだことによってですね、あのこの52周線を大きく上回ってきたんですね。はい、これってユーロ安トレンドが去年にかけて展開してきた中ではあの見られなかった現象ですよね。はい、
もう突き抜けたんですからね。そう、はい、ということからすると要するにトレンド自体がユーロ安からユーロ高に変わった可能性がある、はい、ということからするとユーロ今見ているのはユーロ高トレンドの中の一時的なユーロ安に過ぎないという話になるんでしょうから、はい、一時的なユーロ安ってことになってくるとさっきドル円でもご説明したように今度は50日周線を大きく割れない程度にとどまると、はい、いうことだと思いますのでそんな50日周線が今 1.04 ドルということであれば今回のユーロ安ドル高っていうのも 1.04 ドルを大きく下回らない程度でとどまるんだろうなと、はい、アメリカの金利上昇が続く中ではドル高は続くんだけれどもでもこういう50日周線との関係で見るとあくまでそれは一時的なユーロ安ドル高に過ぎないので、はいこの50日周線を参考にするならば 1.04 ドル を大きく下回らない程度でとどまる、はい、1.04 皆さんポイントとして覚えておいていただければと思います。5ドル米ドルも同じようにやっぱり金利差の5ドル列位が拡大する中で、はい、5ドル安ドル高になっているんですけれどもこっちの方はですねもう50日周線重ねると50日周線を下回ってきてるんですよ。そうなんですね。結構弱いですよね最近5ドル、ねうんまあ、金融政策が、はい、アメリカとかヨーロッパよりもねだんだんその利上げの終わりがなんか打ち止め感が出ましたねなんかそうなんですよね、はい、その影響なんでしょうけれども、50日周線 0.69 ドルなんですけれども割っちゃった 5ドルはもう 0.65 ドル台まで下がってきてるじゃないですか、はい、だから50日周線を 5%ぐらい、ね、下回り始めてきてるんですよ。これがあくまでも一時的な5ドル安に過ぎないってことであれば、はい、5ドル高トレンドに転換した中での一時的な5ドル安に過ぎないんだったら、うん、もうそろそろ終わりも近いっていう、僕はこれは 0.60 とかね、はい、この間の5ドルの安値のところまで向かっていく動きだではなくて、うん、あくまでも一時的な5ドル安に過ぎないっていうふうに思ってるので、はい、そうであればそろそろ終わりも近いところまで来てるんだろうなという具合には思っています。ちょっと今行き過ぎてるかなという感じですかね。まだ行き過ぎってことでもないんですけれども、はい、ギリギリ行き過ぎのもうそのギリギリのところまで来てるみたいな来てるそんな感じかなと思ってます、はい、メキシコペソについて言います、はい、メキシコペソってすごい人気でしたよねここのとこね。人気もそうですし、はい、ただ一方で昨日今日ってすごい下がってますね。めちゃめちゃ下がりましたね。でまあ、メキシコペソっていうのはとにかくドル米ドルを上回る、ね、最強通貨ですよね。でした去年からはね。そうそう、去年は2022年は対円では4割以上上がってるわけですよ。いやすごい、はい、あんななんか歴史的なドル高でもね、はい、最大の上昇率って米ドルの場合で対円では4割とか超えてないので、うん、ですからまさに去年ということで言うと対円では米ドル以上の最強通貨がこのメキシコペソだったわけですよね、うん、そうですね、はい、でそれもさすがに去年の11月以降ドル円が急落するとそれに巻き込まれた形で結構下がったんですけれども、うんはい、2月からのドル高円安再燃になるとですねこっちの方は早々に前年戻しですよ、はいそうですねこれすごいですね。去年の10月の高値をもうちょっと上回ったのかな、はい、おそらくこういうロジックだと思うんですよね。ドル円がこうやって上がるじゃないですか、うん、そうするとクロス円も全般的に上がるんですけれども今アメリカの金利がすごく高いので、はい、ユーロ円買うよりもオージー円買うよりもドル円買っておいた方がいいわけですよ。そうなんです、ね、一番強いのっていうかスワップがね魅力なんですよ ね。ただ、はい、そこのところで一つ違うのがメキシコペソだけはペソ円はさすがにやっぱりメキシコペソの方がスワップもいいわけですよ。もっと高いってことです ね、はい、だって政策金利が 11% とかですからアメリカですらこうやって 5% をね、はい、若干下回っている中で、はい、10% を超えてる政策金利ですからそれはやっぱり金利差では魅力がありますよね、うんうん、ってなってくるとクロス円ドル円が上昇する局面でドル円以上に買えるのがメキシコペソだっていう風な判断になるんでしょうね。うん、まあ、スワップは魅力だということですね。ですよね、うん、だから、まあ、そんなメキシコペソもさっきご覧いただいたみたいに去年の11月以降一旦急落したところでは、はい、結構90日線からの乖離率で見るとこう下がりすぎ気味になって、はい、それが逆に割安感が出てきた。うん、ちょっとメキシコペソ金利魅力的だけどもあまりにも高いねどんどん上がっていくもんだから、うん、怖くて買えないねと思っていた人からするとですね今年の1月にかけてのメキシコペソ円の急落っていうのは
まあ、割安になったねと、いい会話が来たっていう、ようやく買えるところに来たねみたいな感じだったんでしょうね。だからあの先ご覧いただいたみたいにあっという間に買いが集まると、ドル円でも結局まだ151円の去年の高値から比べると1割下回った水準なのに、メキシコペソの方はあっという間にもう超えそうだっていう高値に前年戻ししちゃったということなんですけれども、さすがにそれで急ピッチで上がると今度は一転してこんな感じですから、短期的にも下がりすぎが修正されるだけじゃなくて、うん、結構上がりすぎ気味になってきてるんですね。今そうなんですね。あの短期的に上がりすぎ気味になっていることに加えて、はい、中長期的にはそもそもがここにいるんですね。そうなんですよ。これ5年線からの乖離率で見たものですけれども、はい、去年の高値のところから、うん、去年の高値っていうのはもう空前の上がりすぎですよ。そうですね。ね、でそれが一旦、はい、去年の11月以降の急落で少し修正されたけれども、それでもですね、はい、やっぱり全然中長期的に 見ると上がりすぎ圏に あったわけで、その上でさらにこの1ヶ月ぐらいすごく上がってきたので、うんうん、空前の上がりすぎの状況が続いているわけですよね。解消されてないってことですよね。ってことですよね、はい、ですからドル円が上がっている時には、うん、あんまりこの辺も気にならないんですけれども、はい、ただドル円が下がってくると、またドル円の上昇が終わってくると、この中長期的に異常ともいえるような上がりすぎの状況っていうのはですね、うん、やっぱり修正が入ったら止めどもなく下がるようなリスクを抱えているってことなわけですから、はい、でそれに加えて短期的にも先ご覧いただいたようにですね、結構上がりすぎ懸念が強くなってきているので、うん、何かの拍子でその修正が入ると、まあ、ここ数日見たような急落にもなるということなので、はい、この辺はしっかり意識した上でトレードする必要があるんだろうなという具合に思います、はい、本当にここ数日ちょっとね米株も不安定になってきて大きく下げている、はい、なんかやっぱりこの急ピッチな金利上昇に耐えられない銀行が出てきたみたいなニュースも出てきてますよね。そうなんですよね、はい、ちょっとやっぱりリスクオフって感じになってきてると、はい、新興国通貨メキシコペソもやっぱりリスク資産ですから、うんうん、リスクオフってことになってくると、そういうリスク資産売られるっていうことで、とりわけこういう上がりすぎ懸念がすごく強い状況が続いている中では、はい、その辺は結構気をつける必要が、ね、あるんだろうなと思います。そうですね、はい、米株がすごい大きく下がるような時は新興国通貨の下落も大きくなりがちということで気をつけていただければというふうに思います、はい、雇用統計あと 7,8 分で発表になりますが、一応予習だけしておきましょう、前回の雇用統計は本当にびっくりする数字が出ました。そうですよね、はい、NFP 非農業部門雇用者数 51.7 万人ということですごい数字だったんですが、今回の予想は21万人ぐらいということで、この数字を目安にここを超えるかここを下回るかということを見ておいていただければと思います。失業率は 3.4% の予想ということで、ここはあまり大きく動かないと見られているのですが、まあ、どういう数字が出てくるのか、あと5分ちょっとで数字が発表になりますが、質問の方もいただいていますので、それまでの間質問にお答えいただこうかなというふうに思います。いろいろあるんですが、今日は WBC のことについて書いている方もいらっしゃって、もうでも質問の中に結構今回のセミナーで解説してしまったような質問もあります。ここ1ヶ月ドル高続きましたが、吉田さんのコラムからするとそろそろこの傾向終わりに近づいているということでしょうかということで、はい、今日何度かお話したみたいに、うん、もう終わったか、もう一相場残ってるか、そういうレベルのところに来てると思います、はい、でそれが決まるのが今日の雇用統計、そして来週 CPI なんかを含めて、この間のドルの高値137円の90銭ですか、そこを超えられたらもう一相場延長戦が続くということなんでしょうし、超えられなかったらもう終わってましたということになる可能性もあるんだろうなと思っています、はい、そしてパウエル議長が 0.5% の利上げの可能性を示唆していたが、事前に雇用統計の結果を知っているということはないのでしょうか。昔から言われてたのは、はい、知っている可能性があるっていうことなんですね、うん、1週間ぐらい前には、はい、
完全な雇用統計の数字ではないけれども、そのあのなんていうかちょっとね、あの先行指標みたいなやつでの説明はあるっていうことは、はい、あのその言われてたんですけれども、はい、本当かどうか知らないですけどもね、はい、であれですよね、トランプ大統領、はい、トランプがあれじゃないですか、なんか漏らしたことありますか、1日か2日前にいかにもなんか知ってるっぽく、うん、ツイートしたことがありましたね、ありましたよね。だからあの今回の、ね、議会証言のタイミングでどこまであの今日発表される数字正確にあの知ってるかどうか分からないですけれども、あの近いような数字、うん、まあ、その先行指標みたいな数字っていうのはある程度なんか説明があった可能性はあるんじゃないかなと思いますけど、うん、そうすると今回の議会証言ではやや高派的にあの前までの発言を修正してきたので、はい、なんか強めの数字が出ることを薄々知っている可能性があるかもってことです。分かんないですけどねもうあと数分でそこが確認できるんでしょうから。ただあの2月の FOMC の後のパウエル議長の会見はディスインフレディスインフレってすごくあのインフレはピークアウトしたんだみたいなことをおっしゃってて、その数日後の雇用統計で全然違う数字が出た、ね、だから知らなかったんだろうなってあの時は思いました。そうですよね、ディスインフレってなんか6回喋ったとかって、そう、ね、なんか言ってましたもんね。だからその何日前に分かるのかって本当直前かもしれないですね。そうですね、トランプだってあれ1日前でしたっけ、うん、ツイートしたのね、1日か2日とかそんなレベルですもんね。そうですよね、はい、いつ頃120円台の円高になりそうですかということですね。僕は 年後半っていうか、うん、あの結構年末まであの随分先じゃないかなと思ってます。今日その求人線からの返り率のね、過去の似たケースを参考にした話で、うん、早く経ってあの127円の安値を更新するのは夏以降、場合によっちゃ来年になるかもしれないって話をあのしましたけれども、でそれと合わせてその、日銀がね新しい体制の中で YCC の見直しだとか撤廃に動くのも僕はやっぱり夏以降じゃないかなっていうふうに考えているので、そうやって考えてみるとあの127円を更新するとかしっかりまた130円を割れてくるっていうふうなあの、ドル安円高になるまでは結構やっぱり時間がかかるんじゃないかなと、年後半あの夏以降秋以降の話じゃないかなっていうふうに思っています。はい、そしていつも的確なアドバイスありがとうございます。また謎の米国債10年金利低下は起きるのでしょうかということで、今本当に2年債と10年債短長期金利のこう逆転がなんかこうまた広がってる感じがね。そうですね、ある例 の1980年代前半の、うん、ボルカの頃以来のあれですよね、はい、2年債利回りを10年債利回りが 1% 以上下回る、下回ってる、逆イールドがあの 1% 以上に拡大しているのっていうのは40年ぶりなわけですけども、はい、そういうふうになっていますの で僕は本当はその10年債利回りが下がりすぎんじゃないかなとも思ってますけどもね。だってあのポルカの時にはお分かりの通り FF レート 20% 近くまで上がってたわけで、はい、でその後もうあのリセッションがですね1年続くとか、うん、景気後退が1年続くとかっていう本格的なリセッションなんですね、はい、それから比べるとまだあのリセッションへの警戒感が強い割には兆候がないじゃないですか、はいはい、それなのに兆候もない中でそのボルカー時代と同じくらいね10年債利回りがあの2年に対してね、っていうのは下がりすぎじゃないかなっていうふうに思いますけどもね、はい、じゃあどこかで修正があるかもしれないということですね、はいはい、ということでたくさん質問いただいているんですけれども、質問全部お答えする時間なさそうです。もうそろそろ雇用統計発表になります、このいただいた質問すべて吉田さん後で目を通しまして今後はツイッターで回答していかれるという、はい、はい、そういうことになりますですからあの今後あの質問された方は吉田さんのツイッターチェックしていただければ、返事があると思いますのでチェックいただければと思います。さああと10秒切りました。雇用統計の数字発表まで10秒切っています。さあどんな数字が出るでしょうか、もうチャートの方は動き出しております、数字が出ました。 31.1万人、強いですね。強いですね、はい、失業率は 3.6% ちょっと失業率悪化です。
平均賃金は 4.6% ということで、これはちょっとインフレの兆候ですけど、はい、これなんで下がってんですか。あれ、これドル円ですか、ね、はい、ドル円です。あれ、まあ、どういうことでしょうか。売りから入ってますね、まあ、あえて言うならば、はい、まあ、失業率がね、はい、あの予想よりも悪化したというところに反応したっていうふうな言い方ができますよね。確かに失業率は 3.4% ずっと続いてたのが 3.6 に悪化ということで、まあ、この内訳がどうなってるのかというのがちょっとわからないんですが、うん、NFP は 31.1 万人で21万人の予想より大きく上振れている。普通だったら NFP がね、うん、予想よりも良ければ買いから入りますよね。そうです、ね、それが あることがピッとね、うん、それが今回は逆な形になってます。あのドル売りから入ってるわけですね。なんでだろう、これドル円だけなんでしょうか。、うん、まさにそういうところで、でもユーロドルもあれ、じゃあドル安になってるんですね。これは難しいですね。あの想像するに、うん、はい、アメリカの金利が下がってるんじゃないですかね。あ、うん、あ、この雇用統計の結果とは別に、うん、あの昨日から引きずっている、あ、銀行の問題とか、はい、銀行の問題で株があの昨日は大きく下がったじゃないですか、はいはい、であの金利もね、その中で下がってるわけですよ、うん、その状況がまだ続いてるんじゃないですかね、もしかしたら。なるほど。となってくると、そうするとちょっとこう全般的にちょっとドル売りっていうムードになってますよね。ドル売りなんですね。なんかアメリカ売りみたいな感じになってるんでしょうか、うん、どうなんでしょうか。これ見ると5ドル米ドルだって、うん、あの5ドル高ドル安に触れていますし、もう全体的な感じですよね。そうですね、うん、ドル円なんか136円を割ってきてということですから、はい、今日ってドル円はあのその日銀のね、あの結果を受けて、まあ、あの据え置きということで政策変更がなかったことを受けて、日本の金利下がってるんですけれども、はい、日本の金利が10年債利回り下がってるんですけれども、日本の金利が下がったら円安になるのはおかしくないと思うでしょうけれども、うん、はい、僕重要なのはこれはおそらく日銀の結果に反応したんじゃなくて、今日ずっと言ったみたいに日本の金利はアメリカの金利に連動するので、うん、はい、昨日からのさっきから言ってるあの銀行の問題を受けた、はい、あのアメリカの金利結構下がったわけですよね、はいはい、それにつれて日本の金利も下がってるんだろうなって思ってですね、そうすると日本の金利が下がったにもかかわらずにアメリカの金利低下の方の影響が大きいからドル安なんですよ、うん、結果的にアメリカに引っ張られているということで、そう、黒田サプライズがなくてもドル安円高になっているのは、はい、やっぱり基本はアメリカの金利がの影響が大きいので、はい、アメリカの金利が下がると日本の金利も下がって、金利差的に見るとそれはむしろアメリカの金利低下の影響の方が大きいので、うん、日本の金利が下がっている割には円高になるっていう現象を起こしているのは、うん、アメリカの金利の影響が大きいんでしょうね。アメリカの金利がもしそのように、まあ、下がっているんだとすると、意外とこの今回の銀行の問題というのは根が深いかもしれないですね。そうなんですね。今夜も米株が下がる可能性が、そう、それをおそらく確認できそうなのは黒線ですよね、うん、はいはい、黒線ってやっぱりリスクオフだと下がるじゃないですか。下がる、はい、とりわけさっき最後にお話したペソ円を見てみましょう。ペソとかあれ、ペソ円、まあ、一分足だから、はい、あんまりなんか大して下がったような感じもないですけれども、それにしてもどうなのかな。まあ、こっちの方も売られてますよね。1回はすごい下がってるんですね、うん、じゃあもっとなんかリスクオフに過敏に反応するザールですけどね。あ、ランド円も、ランド円も1回すごい売られてとりあえず戻ってるって感じですね。そうですね、ドル円があれだけ下がってるんだから、うん、なんか黒線は全般的に下がりそうですけども、 ね、それにしても、まあ、ザールなんかはそれほど下がってはいないですね。ただドル円はこうやって見ると一応上から入って、雇用統計に反応した感じがあんまりないですもんね、うん、雇用統計の数字ではちょっとこう説明がつかない、はい、ただまあでも今回の雇用統計でもしかしたらそろそろ一旦転換するかもっていうふうに最初おっしゃってましたよね。そうですね、はい、基本やっぱり金利ですから、うんうん、雇用統計の結果が良くても悪くても、はい、金利が下がっていったらやっぱりドル円はそっちの方に反応するので、はい、
金利が下がっているんじゃないのかなというのが今の想定ということになりますね。ということですね。はい、ドル円は今136円割れぐらいの感じになってきてますので、これでですね、135円とかを下回ってくるようだと、うん、結構もう勝負あるかもしれないですね。一旦今回のテクニカルには、うん、この間のね、今週の137円の90銭で、うんうん、もう戻り天井をつけたっていう風になると思いますので、うん、ただそれはまだ分かんないですね。ニューヨーククローズまで見て、うん、135円台まで行けば、そうそう、今日も、うん、日銀の動きを見ながら135円台って何度もあったじゃないですか、うん、はいはい、だからこの辺まではあり得ることなんですけれども、ここを下回ってきて、はい、そしてニューヨークに入ってね、135円も週末終値で割り込むようだったら、うん、ドル高円安、この1ヶ月続いてきたドル高円安ももう、うん、一幕終了という可能性は出てくると思います。はい、だからでそれを決めるのはおそらく今日のニューヨーク市場でね、はい、アメリカの金利が再び下がるのかどうか。そうですね、株もね、株もですよね、昨日についてさらに下落するかどうかっていうところがやっぱりポイントになってくるので、はい、そこを見極めた上で、うん、ドル円は来週の CPI 発表を待つことなく、もう一旦ねドル高円安も一幕終了ってなるかどうか、戻りのドル高も一幕終わったかなっていう、はい、そこがポイントになると思います。ただですね、仮にですね、うん、そうやって135円を、まあ、今日でも来週にかけてでも割ったりとかして、はい、ドル高円安への戻りも一幕終了になったなってことになっても、はい、今日途中でも言ってますけれども、はい、僕はじゃあまたすぐに130円割りに向かうかっていうと、そんなことは全然ないと思いますし、はい、今回の場合は円安が一段落したからといって円高へ急転換するということでもないと思いますので、はい、そこはもちろん近づいてからね、また情報発信していきますけれども、今のところは そこまで の、 はい、懸念というのはないんじゃないかなって思っています。はい、ということでですね、これがユーロドルは 1.06 をちょっと超えるぐらいの感じになっていますけれども、ただこれ1分足なので冷やしてみるとどのぐらい、はい、今週は、うん、先週今週って結構やっぱりユーロ戻してるんですね。そうですね、先週って、うん、ユーロ圏の CPI とかね、インフレ指標が結構発表になったわけですけど、みんな強かったですよね。強かったですよね。 ECB ももっと利上げするかもみたいな話にはなってるんですけど、そうそうそう、 ECB のターミナルレートも着実にこう情報修正されるというぐらいになっているので、うん、はい、先週だけで言えばそれこそ、うん、ユーロの金利の方が、はい、ドイツの金利の方がアメリカの金利以上に上がってたんですね。うん、だから金利差もこうやってユーロ列位が縮小する形でユーロ高を示唆していたので、うん、今日の動き以上にね、先週はユーロは戻っているので、またこっちの方は別に新たな、ね、ユーロ高ドル安が始まったっていう風な値動きでもないと思いますけれども、はい、でドル円もせっかくですから、この冷やしてね、ご覧いただくと、こっちの方ってね、結局トレンドラインを引くと、うん、はい、結構あれなんですよね、この間 の、 ドル高円安のトレンドをですね、うん、はい、割り込み初めて来てるわけですよ。ちょっとこう、そうですね、ですから、まあ、そういう意味で言ったら、もう一回ね、今週つけた高値を更新していったら延長戦が来週以降も続くということにはなるんでしょうけれども、そこから少しずつこう離れてきているので、そうですね、まあ、これだけその予想を上回る結果、まあ、失業率だけは気になりますけれども、平均賃金とか NFP がいいのにもかかわらずドルが上がらないとなると、うん、やっぱりちょっと買いの威力が弱まってるなっていう。そうなんです ね、 ね、とにかくこの1ヶ月上がってきたのは、うん、途中でも話したみたいにアメリカの金利の上昇スピードがすごかったので、うんうん、それがしっかりドル買いをね、正当化させてたわけですけれども、はい、そこがちょっと今週に入ってから変わり始めてきてますよね、はい、特に昨日の動きっていうのは、はい、気になるところですから、金利上昇がない中ではなかなかドル買いも続かないっていうふうなことはしっかり
頭に入れておく必要があるんじゃないかなと思います。はい、そして、まあ、来週の CPI 雇用統計の後は今度はインフレの指標ですね、はい、そちらにも注目、そして FOMC と 0.5 になるのか 0.25 になるのか、このあたり踏まえてまた来月、今度は夏時間になりますね、雇用統計ライブセミナー、はい、来月からは1時間早い、スタートとなります。8時半スタートの9時半までと、はい、いうことになりますので、1時間早くお付き合いいただければと思います。そして最後にお知らせがあります。お客様感謝デー、マネックス証券のお客様感謝デー、年に一度3月に開催されますが、今年は25日土曜日に開催となります。お申し込みですが15日までお申し込み受け付けております。15日には締め切りとなりますので、お客様感謝デー、ぜひ皆様、お申し込みいただければと思います。対面のセミナーとなんかオンラインでのセミナーとなんか2本立てでやるということで、はい、対面セミナーでは大変豪華なゲストがたくさん来るんですよね。たくさんね、はい、今回本当に豪華ラインナップですの です、ね、どんなゲストが来るのか、皆さんぜひこちら詳細 URL チャットに貼ってありますので、こちらからご覧いただきまして、ぜひ会場の方にも足を運んでいただければと思います。お申し込み締め切り15日までとなっております。そして最後に、今日のセミナーへの、感想などございましたら、これからアンケートを実施いたしますので、アンケートの方にご記入いただければと思います。アンケートのご協力どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回も吉田さんにいろいろと教えていただきました。雇用統計ライブセミナー、吉田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。では皆さん、お付き合い誠にありがとうございました。また来月お会いいたしましょう。